しくじりチューター、俺が反面教師だ。今日はチューター3名に来ていただいて、受験時代の失敗談を語ってもらいます。とはいえ、みんなちゃんと一発合格しているので、安心して皆さん話を聞いてください。それではしくじりチューターさん、どうぞ。神戸大学、3回生、藤原修と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。僕はちょっと二人とは違うんですね。まあ、エリート街道を辿った。わかりますね。ちょっと見た目でわかるぐらい。エリート街道を辿った私が、まあ、エリートになるための道ですね。じゃあ、しくじらないに越したことはないですから、これをこうすればうまくいくよというお話をさせていただきたいと思います。エリートなりたい。じゃあまずちょっと私のその信頼性の担保のために言っときます。言葉遣いちゃうもん。担保とか私、論文式試験全国5位取ってます。5位取ってます。5位いますそんな人周りに。まあ、1位じゃないから、まあ、そんなに強くは言えないけど。いやすごいことよ。なので、5位の私が、5位の私が、うまくいく道を、ちょっと2点ぐらい教えたいと思います。あ、じゃあ1つ目は、むやみやたらに、いろんな教材に手を出さないことです。どう思いますか？皆さん、ちょっと思ったことないですか？他校の教材。気になるなと。そうだね。いるよね。なんかいっぱいものが出ます。そうだね。コレクションしてるよね。そう。ネットで買ったり、本屋行ってみたりしませんでしたか？しました。した。だから、しくじってるな。だからやっぱしくじったんですよ。僕本当に一切他校の教材使ってません。もう正直、多いじゃないですか。範囲が広いので、どの予備校でも多いんです、その教材は。だからこそ、そんなに人間何冊もできないです。僕がちょっと、チューターになってから聞いた、その受講生の人たちからちょっと聞いたのは、ちょっとまあ、可燃度生なんですけど、落ちた時の試験で解けなかった問題が、まあ、いわゆる初見の問題だったと。理論とかで見たことない。教材で見たことない。でも他校の教材にはそれがまあ載ってた。他校の教材には載ってたから、それを次年度で買いましたと。でそれを何年か繰り返してると。そんないたちごっこみたいなことしますか？無駄ですよね。そうなんですよ。結局テキストそのまま丸暗記しかしてないから、それをひたすら繰り返してるからそんなことになるんですよ。で、タックの教材にはきちんとその根底の考え方が理解できるようになってますから、きちんと読んで、考えて、で、さっき二人も言ったように、講師にも質問して、で、自分の中に落とし込んで、きちんとその根底の考え方、理論を身につければ、別に初見問題、試験ですから、そんな初見問題なんてそれは出ますよ。ね、絶対出ますよね、初見問題。めちゃくちゃ出てました。で、結局初見問題が解けなくて、あなたはしくじったんですよね。パニー。まあ今聞いてる方でちょっとそういう節があるなと。1ページ目から全部読んで、全部字面覚えて、で答練だったり本試験に臨んだ人たちは、学問っていうものの根底のその考え方をきちんと理解してから臨むようにしてください。参考になりますよね。5位が言ってますから、5位ですもんね。5位のパワーがちゃう。はい、とりあえずむやみやたらに教材に手を出さずに、タックから与えられた教材をきちんとやりこなしてください。ちゃんとやり通してください。1つ目はじゃあ以上です。しくじり中だ。2つ目は、皆さん暗記得意ですか？苦手ですよね。得意な人、まあ一定数いますけど、多くの人がまあ苦手だと思うんです。これを僕はちょっと僕なりのやり方で克服方法というか編み出してるんです。これはもう僕はそのチューター待機の時に何人かの受講生の人にはもうアドバイスしてます、これは。
で実践した人がまあ何人かいます、うん、で本当に覚えれると本当に試験の時に思い出せるって、うんうん、実証も得てます。それはまあ方法簡潔に言ったら普段のまあ自学自習ですよね。自学自習の時から何も見ずに思い出すことなんですよ。それはテキストとか見ずに、テキストとかを見ずに閉じて。でこれなんですけど受講生の時どうでした？ずっとテキスト開いてなかったですか？開いてました。確かに見ながら、うん、あ覚えてる覚えてない確認、はいはいこれの時こうこれの時こう見ながらやってないですか？それがダメなんですよ。見てる時点であなたたちは見ないと何もできない人間になってるんです。なるほど分かります。それはそうですよ。8月の論文式試験会場行きましたよね。机の上に何かありましたか？テキスト置けましたか？置けないです。置けないんですよ。当連の時どうですか？机に山積みのテキスト置いてる人いますか？ちょっといました。それはまあ置いといて。本番見れないのに練習を見続けてるっていう。そんなんじゃできるわけないと思いません？普通当たり前に考えて。でもそれをやってしまってるんですよ。別に、理解するときだったり、考えるときは見てもいいんです。でも暗記するってなったときに、きちんと覚えた後に、テキスト閉じた状態で思い出せるかどうかを絶対に試さないとダメなんですよ。もちろんこういう教室で自学自習をやってるときにテキストを閉じて思い出すこともありますけど、どうですか？電車とか満員電車のときリュックからわざわざテキスト出せますか？出さないね。混んでるからね。歩きながらテキスト読みますか？危ないですよね。今や二宮金次郎の銅像も座ってます。歩きながら読んでないっす。そうやな。そうなんです。今教育的に良くないから、だから開けれない時にわざわざ開けようとせずに、むしろ開けずに勉強したらいいんですよ。まあ基本的に通学の人は何かしら通学時間があると思います。なのでその時に歩きながらでもいいし、電車に乗りながらでもいいから、その日やったことを一回全部思い出してみる。それをやってるだけで本試験の時普段からやってるからポン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 出ます。すごい。止まらないです別に。あーうーんってなんかいますよ会場に。うーんってずっと思い出そうとしてる人。僕は違います。そんなロスはしない。もう勝手に出る。ああはい、あこれだ。これです。わかります。ラゴイだ。会計試験って何がきついって時間なんですよ。問題量に対して記述量に対して短いんですよ時間が。だからこそ静止してる暇なんかあんまりないんです。そういうところの時間を短縮してどん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 かければ、見直し時間も増えてミスも減り自信もつき、もう相乗効果でどん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 エリート街道を駆け上がることになるんです。だから、まあ、まとめとして、普段からきちんと何もなしの状態で思い出せるかどうか、そういうのを試してみるっていうのは一つ、ちょっとやってない人は一回やってみてください。驚異的に当連の時に今まで悩んでた時間が何だったんだろうと、思い出すための時間が何だったんだろうと思うぐらいすぐに思い出せます。じゃあこの以上2点で私の5位の秘訣終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとう。めっちゃ参考になるな。しくじり中だ。受験期間ちょっと長くてすごい大変だとは思うんですけど、それを乗り越えれば僕らみたいな楽しい生活が待ってますんで、ぜひ今乗り越えて踏ん張って頑張ってください。応援してます。はい、では皆さんいかがでしたでしょうか。皆さん受験生に一番近い合格者の3人に、参考になるエピソードを聞いてきました。で、タックでは、講師はもちろんなんですけども、さっき、登壇してもらったチューター、そして受験仲間、いい受験仲間がたくさんいてですね、みんなでチーム戦で、皆さんの受験をサポートしていきたいというふうに思っておりますので、効率的に、早く
受かりたいというふうに思ってもらえる皆さんは、ぜひタッグで一緒に勉強を頑張っていきましょう。合格応援してます。